アルティメットトークン生成器で盤面ロック竜です。さあ本日なんですが、史上最強モンスター究極原神アルティメトルビシバールキン先生をね使って、デュエルしていこうと思っております。このモンスターね癖強いんですよね。非常にね非常に癖が強い。まあ僕も2、3回動画にしてるんでよくご存知の方も多いと思うんですが、このカードシンクロ召喚、できないんだけれども、自分のフィールドの、レベル8以上で同じレベルのチューナーとチューナー以外のモンスターを1体ずつ墓地を食った場合のみ特殊召喚できるっていう、なんか本当エクシーズ召喚バリのね召喚条件を持っていまして、でこいつは効果では破壊されないと。で攻撃力がフィールドのモンスターの数かける1000ポイントアップすると。まあだから6枚最大あるんで、リンクスはなので6000になると最大ね。で一旦に一度自分相手のメインフェーズにお互いのフィールドに、ジャガンシントークンっていうのね、可能な限り守備表示で特殊召喚すると。だからこれ先行で今日は立てて、でトークンをめっちゃ埋め尽くして相手を妨害して、まあ盤面ロックみたいな感じで妨害して、でその、トークンをエネコンで盾にしてぶん殴るっていう、でそういうデッキですね。でこれね、ガーゼットが追加されてるんですけど、リンクス。これね、まあ、もともとね、OCG の方でも、8エクシーズが立てやすい、モンスターなんですが、こいつが出てることによって、こいつもかなり出しやすいんですよ。8チューナー、通常モンスター、ドラゴン族、出してきて、で、ガーゼットと、8なんで、チューナーとチューナー以外で、これ出せるっていう感じなんでね。なので、ですね、聖国。新しく心拍で強化されたこの召集力、これがね安定感一気にアップできるんですよね。これ今までは結構ね面倒くさかったんですよね、アセとガーゼット揃えるの。これアセとガーゼットっていう組み合わせでもうできるんですよ。先行でアセと召喚、これ妥協召喚できるんですね。でアセと召喚リリース、ガーゼットリリースされたら、重量者出してくるっていうことで88並ぶんですけども、これが出たことによってすごく安定するようになりました。だから、まあ、一応2枚コンボだったんですよ、今まで。アセトとガーゼットっていう2枚コンボだったんですけども、これが出たことによって、まあ、6枚と3枚なんで、だいぶ成功率上がったかなと思っております。で、出していくモンスターはもちろん、アルティメットのビシバルキンが主役なんですけども、まあ、8入ってるんで、今回は。88入ってるんで、一応このエネヤードさんね、こいつ。と、それから、今まで通りの水国デッキの動きしていく。まあ、そんな感じのデッキになってます。できる限りアルティメトルビシバールキン出せるときはこいつを出していきたいと、そんな風に考えております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海で、まあ、珍しいな、最近あんま海でいなかったからな。弱ハンド、おグラディアルリジェクション先生じゃないですか。やばい、予想外出た。やばい、これ先行ドミティアノス来たら終わるぞ。いや終わんねえか、エネコあるから。何これ、アウグスト出た鳥。手札から、いやー、これ何が出てくるの。鳥、アンダル、アンダル。鳥、アンダル、アンダルってなんだっけ、なんかいたよな。鳥、アンダル、アンダル。鳥、アンダル、アンダルは誰、アンダマダイ。こいつ誰だっけ。レベル7以下の剣闘銃出すやつ。はい。で、なんかやばいやつ出てきたんだけど。誰お前、ガチで知らない。こいつ何者、収録分のダメージを、そういうことね。あんまり強くなさそう。そういうやつね。で、とりあえず、脳死で、召喚剣使う必要性もあんまりないしな。これ、とりあえず、トフェンでいっか。トフェンに持ってきて、で、トフェンに特殊召喚。ほい。一回、これ、コズミック打たないといけないから、これ、対象と取れないから、最初取れないんで、一回エネコンでパクる。これ8パクったったらさ、あれだろ、だから、俺これエクシーズできるんだ、これ。エクシーズも、シンクロも。俺の名はジャイアン。お前らモンスターで、シンクロする男よ。おい、伸びた。お前のものは、俺のもの。俺のものも、俺のものだ。いや、正直 NR 出せば勝てるよ。 NR 出せば勝てるんですよ。でもね、このデッキはね、アルティミトルビシバルキンデッキなんですよ。これでこうして、で相手の盤面を埋め尽くしておけば、これで相手変身できるだろう。ターン終了でいいか。これ2体出してるのね。デッキから、2体を特殊化する。だから、戦闘しても2体は、
出てこれないので、エネコンセットする必要性もあんまなさそうだよねこれね。なんか割られたら嫌だじゃん、ベストローリーとかにワンチャン。これ2体だからこれ大丈夫だと思う多分。これでこれでターン終了。いや正直今のところ NR 出せば勝てるんですよNR 出して、シューリリースし海割って、でシューの効果が出てきたやつでエネコンすれば勝てるんですよ。でもね違うんですよこのデッキね、アルティミトルビシュバルキンで、あートークン殴らせて、ちょっと頼むって。いやでも5000は突破できんだろ。はい2600、ねでもね大丈夫、このモンスターは効果では破壊されないんで、あのムルミノとかあの唇お化けとか出てきても破壊できないんで、耐えますね。とりあえず耐えます、とりあえず耐えることを確定。ちょっとめんどくさいことになってきたな。ちょっとやっぱ勝ってる時に勝ったらできないっていう話はある。さあバトルフェーズ行ってたことによって、ゲオルディアスとかいう誰、俺出されたの初めてだわこのモンスター。このモンスターを出されたのは初めてで、アウグストルとウェスパーシアス、ウェスパーシアス、ウェスパーシアスが2体強っ強っこの盤面。ま、僕のアルティミトルビシュバールキンさんには勝てませんけどね。これさまたエネパクしちゃったらいいんじゃね。あいつ8だろレベル。だからアセと召喚して、アセと召喚する、でこれエネパクして相手の8もらって、これ俺どんだけ人のもんパクる、これちょっとパクりすぎじゃないこれ、どんだけ人のもんパクる。でこうするでしょ、でエクシーズ召喚を行い、相手のモンスターパクってエクシーズ来た、相手のモンスターパクってシンクロ、さらに相手のモンスターパクってエクシーズ、これが史上最強のアルティミトルビシュバルキンデッキ、 NR の効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使い、手札のモンスターをリリースし、スタバのフィードのカード破壊させてもらおう。黙りやがれバチカーン、シューの効果、まあ、何でもいいや、どっちもいいけどこれでいいか。ほい、そしてこのバトルフェイズに移行するぜ。くたばれー、対戦ありがとうございました。この動きはさすがにちょっとリプレイでツイッターに投下してくるわ。さあお相手の方バカッチよろしくお願いします。デュエルスタンバイ、ノースターンエンドしょうがないですね、しょうがないところではある。ガーゼットがないとね、ちょっとね、あれなんですよね、いけないんですよ。ワンダーワンド召喚獣か、ガーゼットこれ通していいや、トラップ、除去しましょう。ガーゼットがないとね、ちょっとね、アルティミトルさん出せないんでね、まあ先行でね、一応展開しようと思えばできるんですけどね。とりあえずコズミックサイクロン、これはもうほんとシンプルに真ん中抜くわ。よし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 、そこなしようとしてやな、いいカード抜いた。さあエネコン来た、とりあえず召集の成功員で召集力で力持ってきよう。アセットドラゴン召喚、これも行くしかないですね。相手のセカードをしっかりめに押さえていくしかない。まあ因果切断とかそっち系のカードであれば相手アドバンテージ失ってくれるんでまあいいんですけど、とりあえずアセットドラゴンをリリースしてシーウ出していく。さあアセットドラゴンがリリースされた場合のモンスター効果を発動、デッキ手札墓地より、通常モンスターを、通常ドラゴン族モンスターを特殊召喚。さあまずは私有ドラゴンのモンスター効果を発動。ほい、さあそのカードはデモン受診全然いいですよ、全く問題ない、全く問題はない。さあ私有ドラゴンが無効になって、そして私有がリリースされた場合の効果を発動、遊郭の受領者を特殊召喚。めちゃくちゃ光ってんな、めっちゃ光ってるんだったらちょっと除去はしないでそのまま殴りに行っていいんじゃないかな。4000、まあドローセス闇かなんかでしょう、おそらくね、スキルなんかあいつドローセス闇持ってそうじゃん、バクラ君見るからにも汗と出してくる、で汗と効果使う、
はい、受領者。意外となんか結構見てくれんな。意外と出せるこれ、もしかしてエネアードまでいける。こうですね。さあレベル8が2体来るぞ。バクラエネアードエクシーズ召喚でですね、殴れるようにしときましょうか。人雷の騎士ガイアドラグーンをインチキエクシーズ召喚。さあカードを1枚セット。バトルフェイサー、まあ、多分ねなんかねフリージェなんでなんか多分止められるんですけど、まあ、そこはもう仕方ないと割り切って一発ドローセンス闇発動させてあげましょう。ほい、あ、隕石 OK 了解で、土球捨てて、土球捨てる、そのってことなんだ、土球よりも強いかとか。ドローセンス闇いいでしょう。ドローセンス闇でアレイサ引いてきた、セット。ああ、そういうことか、魔術ね。ってことはこの人多分魔術2枚入ってないから、これ一発ね、これね、そあのコズミックここにぶち込みやったかったね、魔術に。さあ召喚魔術の効果を発動、アレイサーを回収。いやーこれ魔術にぶち込みたかった。そしたら相手詰んだのに惜しい。バトルこれはもう受けよう。じゃあもうデッキトップモンスターにかけよう。召集力かアセトかトフェに何でもいい、結構確率は高い。たるふっ、はい神ゲー、はい神ゲー、はい神ゲーさあこの癖カードが何なのかお分かりになっていらっしゃらないようですね。闇爆弾選手分かっていらっしゃらないようですね。さあトフィンドラゴンを特殊召喚して、このモンスターはこの効果を発動すると殴れませんよ。そうもちろん癖だ。あるカードはエネミーコントローラー、コマンドを入力、左右レビー。こいつレベル7かレベル8やったらな、アルティメイトのビシバールギー出しちゃったのにな。バトルほい、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、相棒、相棒じゃないか、相棒ちょっとお前のフィールド埋めていいか、お前のフィールドトークンで埋め尽くしていいか俺はアセトドラゴンを召喚、そしてアセトをリリースし、神魔獣ガーゼットを特殊召喚、さらにレベル8のチューナーをデッキから特殊召喚し、レベル8のヒチューナーとチューナーでオーバーレイ、アルティメットのビシュバーキンからの効果、ペー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 後ろは。さあお邪魔虫来た、めんどくせえと思ってほしい、このトークン邪魔って思ってほしい。1個だけ開いちゃうのが微妙ですよね、あのリンクスも OCG もそうだけど、1個だけ開いちゃうっていうのがちょっとめんどくさい。まあ、OCG だとこの効果強いか、逆に相手にとってなんかリンク召喚めっちゃできるようになったみたいな話になっちゃうか、リンクスだからこそ強いみたいなとこあるよね、このトークンで埋め尽くすっていう効果。シンクロデッキとかだと意外ともうこいつ邪魔すぎってなって、シンクロできないとか、なんかエクシーズも2体並べないといけないから、このなんかトークンを2個出すっていうのがめっちゃ邪魔で、いらなってなって相手困ってんじゃねえか、これ相手困ってるぞ、相手困ってるぞ。さあどうする、うわサレンダー来るぞ、サレンダー来るぞ、え強っ、やばい、一旦見分けやばい、あ大丈夫か、アルティメットのビシバール剣、いや効果で破壊されないから、レプティレスバースキーはやばい、結構やばいこと起きてる今、結構やばいこと起きてる。いやでもこれ破壊されないからワンチャンあるか、破壊されないからワンチャンある。レプティレスメデューサ、手札以上を除くって、ファイティミント上のモンスターの攻撃力はゼロになり表示形式を変更できない、やばやっべやっば、俺が用意したトークンフル活用するのやめろ。